アイラです。前回拠点抜き行ったりサプライシグナル投げたりレベル3ガチャ回してロケットランチャーの弾引き当てたりとまあまあ成長した回だったんですが、まあ、今回はね前回覚えたロケットランチャーの弾をクラフトして前々回あたりかな洞窟拠点、まあ、見つけまして、まあ、そこの拠点装甲版の扉ついてたんですけれども、まあ、ロケットランチャーの弾だったらいけるかなということで今回ロケットランチャー使って、拠点抜き行きたいと思います。今なんですけども火薬とかね硫黄は集まってはいますが爆薬もクラフトできてないしロケットランチャーの弾も、クラフトできてない状態なので、まあ、今からね少し奴隷頑張って硫黄燃やしたりあと爆薬練ったりしてロケットランチャーの弾をねできる限り作りたいと思います。作れてどれぐらいかな、まあ、18発ぐらいは作りたいんですけど、まあ、今の資材だとちょっと足りないんで、まあ、もうちょっと硫黄を集めたりして、まあ、頑張ってね20発弱まあ、クラフトできたらなと思います。扉はついて出ますね、ついてますね。タレットがあるんだよね、確かあそこ。は？敵来た、敵。おい、なんかお尋ね物来たで。飛んでったけど爆発音したら行くみたいな。でもさっきミニコプ見た感じ1人しか乗ってなかったような気もするんで、109。待て待て待て、来た。いやなんかもう粘着されそうだな、邪魔されそうだな。は？ガチで？マジなやつやん。249。上のタレット止めようとしてる。ガチか。タレット壊された。死んだか？死んでない。多分16残ってるわ。夜の戦いか。なんか俺夜の戦いになること多いんだよね。逃げた。ちょっかいだけかけて逃げてった。タレット1台壊されたしな。タレット1台追加で設置する。あー、ここだったか。 OK、 動いた。これはもう1回ぐらい来そうだね。まあでもやっぱオンラインレイドはきついって悟ってどっか行ったのかな。外壁設置してたあたり割とマジでやろうと思ってたっぽいから。来た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 。
止めた。どこだ。マジ見えない。でもまあガチで抜いてくる気はないと思うけど。俺高速弾のレシピあったらな。ロケット撃って迎撃できたけどね。急に顔出さなくなった。顔出す気配ないっすね。考えてんのかな。外の外壁のところに地雷いっぱい置いてた。多分弾撃つ。上に上がってた。でもあいつ倒したら M249 って考えたら熱いね。普通のロケットランチャーの弾持ってるってことは外してるし。うまっ。わかんねえ、どっから見てんだ。どっから、え、どっから見えてるの。頭一発当てれば勝てる。場所変えてんの分かんねえんだよな。多分上行ったか。ミニコップ壊れた。相手が一発撃って外したらチャンス。わざと撃たせる。タレット壊されたね、2台。俺はまだタレットがある。2台ある。置けねえんだが。さすがにバレるかな。ここ多分空から来ても分かんないんじゃない。岩に隠れるって。でももしかしたらね、次直で来るかもしれないんで、拠点の中に待機してた方がまあいいのかもしれないけど。やば、倉庫場の扉開けっぱなのバレバレじゃん。ちゃんと扉閉めとかないと。なかなかミニコップ飛んでこないっすね。クラフトしてんのかな、弾。あ、仮に次来るとしたら夜かな。一回戻ろう。え、俺が考えてたところと全然違うぞ。仮にさっきのやつなんだとしたら。多分あの雪山拠点あたりかな。ここだ。ミニコプがここで止まってる。あれか。まあでも飛んでいく角度は一致するけど、さすがに近すぎるんだよな、自分の拠点から。え、洞窟前にもミニコプ止まってない。いやでも足音はしないね。
洞窟抜くっていうのにシフトしたかも。いやでも足音するわけじゃないね、洞窟も。足音はマジでしない。何の光？M249 は取らんわ。多分もう一人いたんだよね、あれ。こいつだった。いや、うますぎ。ミニコップできた。ラストロケットでしたね、これが。原陣で来るってもう相当追い込まれてないと原陣で来ないからな。まあ急いで回収しに来たっていうのはあるとは思うけど。まあこのロケットランチャーの耐久のヘリ見ても、自分の拠点のタレット撃ったヘリかな？この耐久のヘリは。だからまあ仕掛けてきたのもあいつで確定ですね。うまっ。おごってる。え？地雷踏んだぞ。地雷壊したね。一人踏ん。え？撃ってきた。続き？え、うまくない？外したか。2対1はきつい。外壁置いてるな。あんのこれ。外すか。いや、うめえうめえうめえ。うまいわ。でもなんか引いてってるような気もしたんだよな、あの感じ。撤退したかな。やべえな、修理しよう。ういということで、あの後もですね、結構やり合いまして、まあ、M249 ボルアク持って、しかも仲間と一緒にですね、まあ、2対1の構図で、まあ、この拠点押しかけてきたんですけれども、まあ、多分ロケットランチャーの弾奪ったので、多分相手の資材はなくなったかな。だから結果的に相手は2人組で、あそこの洞窟に住んでるやつでしたね。まあでもね、あの洞窟多分仮拠っぽいんですよね。多分別のところに本拠があって、まあ、倉庫的な役割かなんかわかんないですけども、あそこを仮拠にしてる感じがします。まあ、そして、今回ですね、ロケットランチャーの弾めちゃくちゃ手に入ったんで、まあ、当初行く予定だった、まあ、別の、最初狙ってた別の洞窟、まあ、抜きに行こうと思うんですけども、ちょっとね、今から諸事情によりちょっと落ちなきゃいけないんで、まあ、次ログインする時まで多分拠点は大丈夫だとは思うんですけども、まあ、もしかしたら抜かれてるかもしれないですね。
で、まあ、ログインしてみて拠点が残ってたら、まあ、あいつらから奪ったロケットランチャーの弾で、まあ、当初抜く予定だった洞窟拠点、ロケットでバンバンやっていきたいと思います。そんな感じで、だいぶね、予定変更になったんですけども、美味しかったです。では、私頑張ってお会いしましょう。じゃ